じゃあ次のバンドはこのバンドです、はい、生かしたロックンロールを目指す3人組はまるで桃太郎伝説のような歴史を持っている。リーダーが博多から大阪へ行き、ドラムの西川くんと知り合い、2人で上京、東京でベースの郷田くんを捕まえてバンドを結成したそうな。博多大阪東京を結ぶ光号バンドザ・キッズだ。さて、バンドプロフィール、プロ志向あり目標は雨万博って、何なんだこれ。かわいいじゃないですか。プロ志向があって目標が雨万博っていうのがね。とりあえず雨万博やってプロですよね。次目指すのができれば、という雨万博を通過してプロになりたいという方ですね。それでなんかレンタルビデオにバイトしてる人が偶然にも2人も、この2人今 どのビデオが人気あります？関係ないじゃないとか言って。今何？アダルト関係ですかね。いや、アダルトでじゃあ誰が？誰ですかね。もう小林顔、あ、なんだっけ。あんま知らないんだやっぱしな。バイトしてるだけでね。そうですか。白のリケンバッカー、世界に22本しかない。はい、そうです。これいくらぐらいするんですか？じゃあ値段つけると。いや、わからないですけど、日本で買った友達もいるんですよ。ちょっとバージョンが違うやつを、それ32万で買ったって言ってたから。22本しかなくてもそんなもん。まだ今リミテッドで作られて、あ、そか今からちょっと高くなってくれるから。なるほど、それを今使ってるわけですね、これを。そうです。あ、じゃあ見てみましょう。見てみましょう。ねえ、そのギターを。
今見てたら審査員の人たちのこのノリがすごかったですね。ノリがいい。で、美穂ちゃんもね、最初からずいぶん乗ってましたけど、どうでした？私リズム好きだし、最初見た時にね、私偏見でね、あるいは赤いチェックを着たような人っていうのはね、きっとパワーがないんだろうと思ったんですよ、うん、なんか割と違って街なんか歩いててね、そういう似たような雰囲気の人ってたくさんいて、でも割とみんなパワーないから面白くないなっていつも思ってたんだけど、見たら割とね、ボーカルの人とかすごいね、割とパワーあって、あ、いいなと思いましたね。3人とは思えないなんかパワーあった気がしましたけどね、うんうん、歌詞もいいよね、うん、歌詞もすごくいい、うんうん、作詞ですか？はい、よかったじゃん、褒められてますね。え、なんか割合ね、ほら、博多と大阪からギターと、はい、ね、ドラムの人来たんだけど、なんか我々癖のあるいい音楽が育つところからいいものを持ってきて、うん、東京来て洗礼されたって感じがしてすごくいいです。これなんかそうここシーンとならないよ。じゃあ褒め言葉が続いてますんでね、なんかここがちょっとこうやればもっといいなって、ギターの位置が少し高すぎない？もうちょいこの辺の下の方がこうかっこいいんじゃないかな。ああ、なるほど、ね、いや、マシンガンってのは大体高く持つんだ。マシンガンはあら、ほんとね、このバンドってね、一人一人のアイディアね、ものすごくシンプルでね、詞もすごい素朴でね、ものすごくいいですよ。僕こういうバンドが出てくると思ってこの審査員やってたんだけど、やっと会えたような気がするな。すごい方がいいね、これ以上はね、聞いてもしょうがないね、はい、それじゃあ、席の方でお待ちください、はい、どうもありがとうございました。徳間ジャパンの高取様、はい、ザ・キッズの皆さん、非常に良いと思います。デモテープを送ってください。あ、これはぜひ送ります。すぐね、うん、徳間ジャパンの高取さんにね、はい、デモテープを送ってくださいということです、はい、それからバンドやろうぜの吉田様から、ザ・キッズの皆さん、ドラムの人すごく勢いがありますね、バンドもとってもグッドです、世界で通用するはずですから頑張ってください。すげー、頑張ってください。そこまで言っちゃっていいのかな。バンドやろうぜの吉田さんにちょっと面倒見てるわけじゃねえ。あ、そうですよね、責任持ってね、うん、ぜひ連絡しますように、はい、はい。